We are Toiko from Japan. Nice to meet you. お弁当あげて昼ご飯一番の楽しみやからな、いいですけど携帯リングがあるみたいな感じやもんな。これヒロヒロなんででも66何枚ぐらい食べてみたい。何枚でしょうね。今日なんかめっちゃ多いですね。100枚ぐらいある。それはない。え、100枚あるんちゃうな、余裕で。 ストレッチは毎回されるんですか？あ、本番前は結構します。なんか結構動くし、気持ち的にもいいし、やっと急に動いたらちょっと腰に来たりするのも心配やから。ストレッチみたいなことしてたと思うんですけど、私がやってたのはあれ、小顔体操なんで。小顔体操？はい。こういう。 やってました。やってたでしょ。なんで15年ですね、今小顔になりたいと思い始めて。緊張とかします？直前になったらお腹が緩くなって お腹痛くなる。お腹痛くなりますね。
毎回ですか。はい、お腹痛くなってトイレが近くなって本番10分前とかになったら3回から5回トイレに行きますね。なるほど。来ました、来ました。お腹が緩くなってきました。毎回ですか。毎回ですね、トリコ始めてから。ちょっとあの気になることが1個あるんですけど、はい、足のそれはこれですか。これはずっと裸足でライブしてて、あのエフェクターを踏むんですけど、エフェクターのこう音変えるとこを踏むところが細くて結構金でできてて痛いんで、これで踏んでます。それだけです。え、本番ってもうこれ裸足で。裸足で。手に書いてるの。あ、書いてるのではなくて、これは気合で浮き出てくるという設定にしているので、手の甲に甲が浮き上がってきました。やりました。じゃあいつもの、はいはい、いきますか。はい、 MVP 取れるか。はい、そうよいしょ。過去最大級、はい、一番のサンバ踊ってくれ。されてるなと思っても幸せでございます。ここまで自主でやってきて、みんなどこで知ったんやろうと思いました。 ZEP ダイバーシティワンマン成功しました。さっきもいろいろあったな、この4年間で、4年半か言ってましたけど、自分的にはトリコはすごい、すごい速さで遠回りしたバンドだと思ってて、だから
誰にも見つけられへんような近道を、まあ、見つけないといけないなと思ってます。その遠回りした間にいろいろ犠牲にしたし、まあでもみんなさんにはこうやっていい時も悪い時も味方でずっといてくれた皆さんを裏切ることはしないと決めておりますので、ありがとう。じゃあ最後に一曲、自分に書いたんですけど、皆さんもにも聴いてほしいなと思います。アルバムの最後の曲やって帰ります。ありがとうございました。